ゃくちゃ寒い。起きなさい。起きれた。起きれた、起きれた。今、朝の5時です。起きれた。やめずに済んだ。目覚ましなしで起きたよ、うん、なんかもう起きなきゃっていうのにとらわれすぎて1時間に1回ぐらい起きちゃった、うん、え、本当に？うん、ね、このコットにさ、うん、そのまま寝ても余裕じゃない？余裕だった。全然体痛くない、うん、でも俺電気毛布引いてなかったじゃん、うん、底冷えが結構あって震えてたんだよね俺。全然余裕かなと思ったら。でも寝袋入ってないでしょ。寝袋入ってない。こんな人いないじゃん普通。まあね、うん、寝袋入ってれば全然違ったわ。しかも T シャツ短パンじゃん。はい。そんな人いないじゃん普通。はい、はい、先生どうですか。先生今ガスってきた。うん、今ガスっちゃったのか。え、あっち側は街並み見えてるからね。ちょっとじゃあ待ちながらコーヒータイム。うん、空もさね、ところどころ雲がないところがあるし望めるんじゃない。あと30分あるからね。準備しよう。準備めっちゃさ、うん、ほったらかし温泉に車たくさん入ってきてんだけど、すごくない？すごいね。めっちゃ続々来るんだけど、すごいね、うん、平日の朝に。昨日と同じじゃん。ゆらちゃん、珍しく日の出の30分前に起きましたが、全く景色が見えません。さっきちょっと見えてたのにな。10時まで曇りだった。え、今日マジそうなんだ。朝6時ぐらいから、うん、晴れの予報だったけど。マジだ。日の出はあっち側っぽいんだよね。富士山はあっちかな。うん、一回も見てないからわかんない。ね、わかんないね。けもこもこも来たら。もこもこ、あ、そうだね。もこもこ来て。
飯。あ、クルメね。クルメ。ニンニクラーメンね。ニンニクラーメン。あれ？タイホラーメン。タイホラーメン。ただいま日の出の時刻は終わりました。何も見えません。あるのは木だけ。食べるんでしょ、ケンさん。確かに、1個ずつだな。あー、美味しい。ヤコットに何も敷かなくても痛くないの、結構感動だった。楽だよね。今日のふもとっぱらの天気予報を見てみようか。もともとは晴れだった、ね、晴れだった、晴れだった。ふもとっぱらだけは期待できるねって言ってたもんね。ところが、ところがどこへ。あ、晴れじゃん。晴れだ。晴れじゃん。晴れです、晴れです。明日も晴れ。適度に風速2ぐらいあるから雲も流れるんじゃないか。うん、夜さ、虫と鳥の鳴き声がすげえ心地よかった。今もすごいね。ジャングルみたいな、いろんな鳥がいる。誰だろう。ケイト、虫の夢見なかった、うん、ただひたすら寝坊に恐れて1時間おきぐらいに起きてた。偉いぞ。じゃあ眠い？いや、別に。すっきりはしてる。なんだかんだ昨日11時ぐらい寝て、1時半ぐらいか、5時半だから6時間。めっちゃスッキリしてるよ。あんた好きだね、シャイン。てか、ケンさ、昨日サンシャインマスカットって言ってた。そういえば、言ってたよね。なんでしょ、サンシャインマスカットって。たまに、前も言ってたよね。前一回だけ、うん、あった。家で言わないじゃん。たまに降りてくる、サンシャイン池崎。家でもさ、ふるさと納税サンシャインマスカットにしよっかな。いや、それは言ってないよ、それは言ってない。はい、じゃあ山梨のサンシャイン。これさ、開けたらボロボロボロって出てくるやつじゃん。後ろ側で開けるんでしょ、こう。洗いました。いいじゃん、いいじゃん。うまっ。これ200円で食べれるの？288円。こんなことないね。ありえないね。うまっ。やばい、見えてきた街、うん、急に来るね、うん、富士山見えればいいのにね。ねえ、いや富士山は無理でしょ。見てください。いや、わかんないか、うっすらね。街が、気のせいか。偉いよ、ケン。溶けた氷もちゃんと使って。うん、この水うまいんだよね。うまいよね、うん、ケンさ、うん、鼻の面長治ったんだ、ニキビ。治った。間に合ってよかった。うん。
やばいけん。え？私も今気づいて撮り始めたの動画。うわ、頭見えてる。あ、雪降ってんじゃん。関節。関節。初関節。めっちゃでかくない？でか。もっとちっちゃいのかと思ってた私。こんな近いんだ富士山。なんかさ浮いてるように見えない？うん。富士山がめちゃくちゃでけえ。写真撮る？てかあっちもやばいんだけど。日本昔話じゃん。あれ違うね、なんだっけ。渡る世間は鬼ばかり。ちょっとちょっとあれどんなだったっけ日本昔話。坊や良い子はね、中から歌詞わかんないの。あの皆さん、剣は大体歌詞がわかりません。なんだっけ、あの安室ちゃんの曲やばかったよね。え、安室ちゃんの曲。あ、あったね、そんなこと。なんか勝手に歌詞を作るんだよねこの人。あゆじゃない？あ、安室ちゃんか。あゆもだけど、全部全部歌詞を勝手に作りますこの人。歌詞が覚えられない節があります。そんなこと言ってる間に消えるぞ富士山。消えた。儚いね。朝も来ちゃった。贅沢かな。でもみんな夜も朝も来てるよ。入るしかないよね。こんなカメいたんだ、昨日見えなかった。あ、本当だ、でかっ、カメ。他の天然水だ。へえ。お風呂上がり飲む、うんうん、あ、みんな食べてるよ、卵かけご飯。びっくりした、これ定休日かと思った。9時までに行かないと生卵なくなるから。楽しみは消えた、うん、ゆっくり、休んでこい、うん。見てんのあんた。見てよ、お風呂から。見れた？夜景と髪乾かす時間とかさ、化粧する時間あるからさ、髪乾かしながらね、髪乾かしながらこうやって、うん、したらたまたま視聴者さんが入ってきて、うん、出てるよ。私髪乾かしながら、うん、つって。あれ入ってなかったんだ。入ってなかった。あ、そっかそっか、やっぱそうだよね。髪乾かしながら見た、うん、あ、見て。今日初雪だって。本当に富士山。あ、そうなんだ。昨日も見たか、ケン。でも、うん、昨日見たから。昨日じゃない、なんかさっき、今日が初冠水、あ、なんか初雪っていうなんか記録になって。へー。あ、もう消えちゃった。ケイト、やばいじゃん、納豆もあんじゃん、うん、ワイン卵だって。明けの農場、ワイン卵。気象庁が富士山に初雪を降りましたっていう公式のその発表というのは、はいはいはい、甲府の気象庁の気象台が観測員が目視で、あ、頭が白くなってるって言わないと初冠雪って言わないんですよ。静岡の方は一瞬見えたらしいんですね。昨日降ってるんですけど、静岡側から見えても初冠雪って言わないんですよ。へー、面白い。面白いでしょ。面白い。面白いでしょ、うん。念願の。おいしそう。オレンジだ。ワイン卵。卵で、卵で。息が。うわ、そういうタイプね。え、ケンどういうタイプ？いや、俺も。俺もそのタイプ。全部いった。何この色、すごくない？いただきます。幸せそう。何も言わない。味噌汁もケイトの大好きななめこでした。行ったね。めちゃくちゃうめえ。
うめえ。足りないんじゃない？うん、おかわりしようか。納豆の分のご飯ないでしょ。そう、ご飯おかわりしようか。納豆サービスで来たんだよね。いや、めっちゃお得だよね、このロケーションで。うん、で、600円でしょ、うん、豚汁。うん、そうだ。あんた豚汁大好きでしょ。豚汁大好き、うまっ。昨日さ、あんまり食べなかったからさ、うん、めっちゃお腹空いてる、うん、死ぬかと思って、お腹空いて。うん、豚汁、うん、納豆のタレは半分しか使わないっていうポリシーです。うん、高校生以来かも。多めのご飯2膳食べた。2膳食べちゃった。すんごい量だって。しかも卵も2個食べたし、やばいな。で、温玉揚げ食べようとしてる。はい、菩薩、大菩薩名水。美味しい。めちゃくちゃうまい。ここに1ヶ月ぐらい滞在したいな。毎朝卵かけご飯でいいわ。気まぐれやな、富士山は。気まぐれだ。昨日ね、出かけてたらしいけど。昨日出かけすぎて疲れたんじゃん。涙出そうだ、マジで。マジやばい。なんなの、この話。ダサいな。ダサい格好やな。靴下の丈が絶妙にダサい。これはやばい。これしかなかったの。ケイトって靴下少ないよね。で、親指の爪がさ尖ってるじゃん。で、それにより親指のところほぼ穴開いてんだよね。やめて。え？開いてないよ。3つぐらいです。いや俺開いてないからね。靴下9個ぐらいしかなくてさ、うん、それ全員今日フル出場したらさ、うん、この旅で、うん、こういうなんか、あ、確かに変な丈のやつが入ってきちゃったね。うわっ、やべえ、すげえ。ちょっと最後にサイト散歩。次来るときにどのサイトにするかの参考に。はい。今回実際よく分かんなかったよね、どこ取ればいいか、うんうんうん、ありすぎてね、うん、で区画サイト全然良くない。うん、区画もめっちゃいいし、あそこもいい。ああ、なんかコテージみたいな、ミニコテージみたいな、最高じゃない。すごいね。ここ今区画サイトに来てるんだけど、ここめちゃくちゃいい。下界も綺麗に見える。いいね、いいじゃん。どこもいいな。なんか雲海普通なのかな。さっきはね、珍しいって言ってたけどね、うん、そう、覚悟してたからさ、俺らさ、やっぱ山の頂上とかってそれなりというかと思ったけど、普通にウォシュレットついてるし、素晴らしい。わあ、いいね。ここ欲しいね。欲しい欲しい。どういうこと？この場所欲しい。Standing in my way.
県がわざわざスタッフの方にほったらかしの由来を聞きに行きました。はい、いやなんか昨日ケイトが言ってたことと同じだった。あのほったらかし温泉からほったらかしっていうのが始まってるらしくて、うん、その温泉の施設がちゃんとしたおもてなしっていうのができないような簡易的な感じだったのかな。なんかほったらかしてるような温泉だからほったらかしっていう。へえ、うん、めっちゃ素敵なおもてなしだったけどね。ね、そうだね、うん、一番最初はそうじゃなかったんじゃ。へえ、うん、ということでした。変な名前だと思ったもんね最初ね一番最初聞いた時はね、うん、じゃあ揚げ玉。あ、揚げ玉。さよなら、ほったらかし。また来ます。完売してた、めちゃくちゃうまそう。極上生信玄餅。ほら、ケンケータイの最初いいよ。いやだ、いい飛び散るから早く早く早く食べて。温玉揚げね、うん、2人で1個気をつけてよ、うん、ブチュってなって島にかけないでよ。うん、うまっ。あ、美味しい。程よい塩加減で。うん、美味しいな。本当になんか揚げたやつ初めてこんなの。うん、うん、うまいじゃん。うん、うん、美味しい。ほんと、あ、すごい順調。順調でしょ。めちゃくちゃ県のしおり通りに進んでて今10時50分なんだけど、はい、11時に温玉揚げ食べることになってたんだよね。多分ドンピシャでしょ。ドンピシャです。この後11時半に餅屋で餅を購入、はい、12時に藤井の宮焼きそばでランチ。魔界の牧場ソフトも入ってます今日。そうや、ソフト食べたい。食べたいね。うん、うん、まあその3つはなんかうまくやりましょう、うんうん、時間があれば山崎精肉店で馬刺し。どんだけ馬刺し好きなのよ。馬刺し食いたいな。めっちゃ食いて食べよう。うん、ってことでついに大大大本命の夢の一緒に言わないのけ。温玉、温玉ついてますよ前歯に。せーの、ふもとっぱらに行きます。ゴー。これじゃん。来た、長谷川馬刺し。うわー、渋い。お店の名前は長谷川。県外めっちゃ行きたかったところ。そう、いや、ずっとブックマークしたところ。アンケートでも上位でした。馬刺しの名店でございます。すごいな、この建物。馬刺しでしょうか。はい、今日食べる馬刺しはこれで、こんな感じで。あとこれは、あ、元塚の反対側だこれ。おう、うわ、え、めっちゃ綺麗。富士、富士だ。今日の港湾最高じゃん。ね、入りました。静岡県富士の宮市。わー、入ったよ。静岡爆死で乾杯だ。買いたいね。うん、憧れの朝霧高原ですね。ちょこっとさ、なんか今日の夜ご飯調達しましょうよ。あ、富士宮焼きそば。あった、あった。え、ここでいいじゃん。うん、え、待て待て、え、待て、ちょっと待って。隣の車に昼間夫婦のステッカー貼ってある。びっくりした。え、見てこれ、え、やばくない え、どういうこと。めっちゃ焦った。え、びっくりした、びっくりした。ここが道の駅。道の駅、うん、ちょっと寄ろう、うん、うまそうなの発見。これいいじゃん、今夜の夜食。なんかうまそう。うん、買ってみよう、うん。うわー、いい音。
一番青菜とイワシの粉、出来たてが食べれるって嬉しいね、あそこはもう出来たて提供です、わめっちゃ煮干しの匂いするわ、イワシ、あ、イワシか、イワシと何だっけ、青さって言ったっけ、言ってた、青さってなんだっけ、なんかあんま馴染みないよね、青のり的な、青のりみたいなもん、風強、いただきます、はい、その顔はめっちゃ美味しそうな顔じゃん、麺もちもち、なにこれ、なんか違う、風月とは違う、うん、風月ももちもちだよね、うん、うん、なんかもっと弾力ある、いただきます、うん、うん、ソース確かに美味しい、うん、うん、うん、麺もちもち、ね、うん、うわ、一人一つずつ食べれたね、これね、食べれるんだけど、絶対また通り道とかで食べたくなったりするから、こういう時は少なめで、今からあれ食べるしね、牛乳ソフト、てか、これも買ったしね、まるちゃんじゃん、しかもこれケイトのターン長くない？え？めっちゃ長くない？隠してる隠してる相当気に入ったみたいだな、私焼きそば大好きなんだよね、焼きそばうまいよね、種類がいろいろありますね、もちろんこれです、もちろんこれ、夢が叶ったな、いやずっと朝霧高原のソフトクリーム食べてみたいと思ってたからね、いざ実食、怖いですね、うん、あ、滑らか系の牛乳系、うん、甘め、いや、甘すぎずさっぱりすぎずの中間、うん、おいしい、おいしい、うん、うん、え、おいしいじゃん、うん、甘すぎないね全然、うん、うん、あっさり系な気がする、どっちかで言うと、うん、うまい、あ、抜けるこの乳臭い感じがいいね、うまい、もう一つあんだよね、有名な牛乳ソフト、ボッカじゃなくてなんだっけな、巻き場のなんだっけ、マッカみたいな、魔界の、あ、魔界だ、じゃあ向かいますよ、はい、墓場に、イメージ悪いじゃん、ちょっとあの心配なんだよね、風がさ、うん、めちゃくちゃ強かったから、うんうん、アルルぶっ壊れちゃうんじゃないかな、え、マジでアルルぶっ壊れたらやばいよ、ゼクちゃん実は昨日チャック、うんうん、完全に壊れたんだよ、うん、やばいよ、跡がない、タイガーさん持ってきてないし、タープで寝るしかない、ふもとっぱら夢叶っちゃうんだけど、どうしよう、ね、さっきさ、ちらっと見えたんだよね、もうこれ？これってことだよね、広い、広いね、あ、来た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 、あれだ、出たー、ふもとっぱら、なんか緊張してきた、めっちゃめっちゃ心臓バクバクするやば、うわ、ふもとっぱら夢叶っちゃうんだけど、どうしよう、ね、うわー、着いたー、着きました、いいの、ケイト、いいの、富士山が見えていますが、まだ見ないようにしてます、うん、見たらやばい、今駐車場並んでる、駐車場というか管理受付並んでる、この続きは次の動画でついに夢が叶う、ひま置いて